自動文化という言葉を聞いて、えー、多くの方々が絵本あるいは児童文学であるとか紙芝居であるとか人形劇であるとかそういうようなものを、えー、想像されるかと思うんですけれども私がこの児童文化という言葉に出会ったのは、えー、中学校の時だったんですねで今勤めております京都女子大学その児童、えー、学科の中に児童文化の 研究室がありましてそこを初めて訪れた時に児童文化という言葉を知りましたでその後私自身が絵本にちょっと興味を持ちましてそして絵本や児童文化ということをキーワードにしながら研究をしたいなとで大学を進学する時にその児童文化ということを学べる大学はないかなというふうに探したんですねでところが私が私 入れる大学がなかったんです。まあ、それは、えー、私の能力だけではなくって私が男だったからなんですよね。児童文化の研究っていうのは多くの場合、えー、京都女子大も昔そうだったんですが、家政学部児童学科の中に児童文化っていうのがあったわけです。で、その他日本全体を見ましても、今児童文化というものを学べる。大学っていうのは？ そのほとんんどが女子大なんですねで私は仕方なしに、えー、男ですからその私が入れる大学で、えー、文学部の教育学科というところを専攻しましたで、教育学科の中に行ったんですけれども、えー、教育学の中でも児童文化というのはごく特殊な、えー、位置づけになっております。でそういういこととで、えー、私自身はほとんどその 私の先生たちから何か教わるというようなことはなくって自分勝手に児童文化のことをあちこちの大学の先生のところへ行って聞いたりですねいろんなことをしながら研究を進めてまいりました児童文化っていうのは大正時代に生まれた言葉ですでそういうその児童文化という言葉を手がかりにしながらどのようにして子どもたちにその楽しい児童文化というものを伝えていったらいいのか。 そのほとんどの大学で児童文化というものを学ぶ場合にはですね保育教材、えー、幼稚園保育所で、えー、絵本や紙芝居をどのようにして見せるかなんていうことが、えー、技術として、えー、論じられているわけですけれどもそれだけではなくって歴史を通して、えー、どうしてその日本独特の 児童文化という言葉が生み出されたのか、まあ、そういうことを研究していくうちに今まで言われてきたようなことが随分間違っているというか必ずしも正しくないなということを知りましたで,ですからこれからいろんな分野で子供と子供の生活そして子供と文化というようなことで研究するそのテーマというのはたくさんあると思いますアニメだとか それから漫画、えー、そして、えーそうですね、その人形劇だとか紙芝居だとかいろんなメディアもあります、まあ、そういうことを通じてです、ね、皆さん方も、えー、児童文化というものに、えー、ぜひ男の人も、えー、興味を持って研究していただければなというふうに思います。